スタジオオーパーツ。こんばんは、ゾウです。こんばんは、ピエロです。こんばんはね、はい、6月の26日、はい、ボリューム76。はい、あのゾウさんでね、ちょっとリンゴスターをね、はい、の曲を特集してました。なるほど。リンゴスターって本名じゃないんですよね。そうですよ。リチャード・スターキー。ね、ゾウさんも書き方がゾウ3とか。で、そう、トリオバンドでやってます、ゾウさん。ね。ファクトナチュラリーっていうね、はい、リンゴの曲をね、歌わせていただきました。ね、しかも本目で。They gonna put me in the movie. They gonna make a big star out of me. We make a film but men that salary. All I gotta do is act naturally. When I beat you, I gonna be a big star. My win a Oscar you can never tell.出る機械ですね。そうですそうです。はい、でこれはね、ストロボタイプのチューナーってやつ。なるほど。なんかこれくる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 回ってますよね。回ってますね。まあそれでこう合わせ具合が分かるみたいなんですよ。なるほどね。でストロボタイプってなんか分かんないけど、はい、昔よくねニール・ヤングなんか今でもそれ使ってるらしいですけどね、大きい箱のね、はい、なんかもうメーターみたいなのがついてるね、チューナーがあって、それはストロボタイプだったっていう。こうピカピカ光るわけじゃないんですよね。でもそのストロボなんじゃないのかな、やっぱりそれで合わすんだと思うよ、きっと。なるほど。チューニングしながら写真が撮れるとってことはないですね。写真はちょっと
ピエロ。はい。それでね、まあ、これはストロボチューナーですけど、はい、あと最近なんか流行りなのはね、チューナーでは、あの TC エレクトロニクスのね、はいはい、あのポリフォニックチューナー。それどういうやつなんですか？いっぺんにジャラーンって弾くと、一気にその全部の音をチューニングできる。すごいですね。うん、それはなんか画期的。はい、おで、あとね、最近ミュージシャンの中で流行ってんのはね、うんうん、もう、ヘッドとかにね、クリップで、クリップオンタイプ。よくつけてますよね。うん、安くていいの。1000円とかだから。あれはね、便利でいいんですよ。で、結構電池がすぐなくなるって噂が。うん、で、あとすぐ壊れる。あ、うん、なんか、策略に余ってすぐ壊れて。なるほど。安いからって言うんでね、いくつも買ってしまう。なるほどね。ことが多々あるみたいです。はい。なるほど ね、はい、チューナーね、まあ音合わすだけですけど ね、 そうですね。でもなんかそんだけ値段が違うってことは、うん、やっぱいろいろこう精度が違うとかいろいろとあるんですよね、きっと、うん、だからやっぱり精度なんだと思うんだけど、うん、でも実際ギターとかって熱でね、照明とかでこう変わっちゃったりとかも結構しますよね、うん、あとちょっと弁当しちゃう、引っ張ったりとかさ、弁当食べたり、うん、それ無意識にやっちゃうんだよね、そういうの。今回は流したっていう、はい、だいぶこの後ろで流れてるトリオのさんのなんか、ねはいはいはい、ほらポンポンポンってハーモニックスに流れてさ、うんうんうん、まあそんなんでね、なんとなくでこう合わすぐらいでね、実は問題だけど、うん、まあ精度が価格なのか、はいはい、価格が精度なのか、そうですね、安くても高くても、まあ全体で気持ちいいところが出てたらいいんじゃないかっていう緩い感じじゃ、まあ、いかがでしょうか。そんなとこでよろしくお願いします。スタジオオーパーツ、Love is real, real is love, love is feeling, feeling love, love is wanting.Love is touch, touch is love, love is reaching, reaching love, love is askingTo be loved, love is you, you and me, love is knowing we canLove is living, living love, love is needing to be スタジオオーパーツ。